しましょう。さあ、どうやらもう来ますか。始まりますか。はい、始まりますね。さあ、初戦は KLG vs CHF ということになっておりますが、ラテンアメリカですかね。そうですね、左側がラテンアメリカの代表で、はい、右側がオセアニアの代表ですね、はい、まあいろいろ番も進んでピックも進むと思うんですけれども、やっぱり国の特徴っていうのを一つレボルさんに聞いておきたいなという印象がありまして、ただ動画が見れない地域もあったりするので、全部が 見えてるわけではないんですが、はい、そうですね、まあ、左の KLG ラテンアメリカの代表は、まあ、集団戦をかなり、なんていうか構成の核にしているのかなみたいな印象はありましたね。そして右側のオセアニア代表の CHF はそうですね、まあ、序盤から有利を取ろうとしつつも、まあ、やはり基本的には集団戦、中盤以降の集団戦というのがかなり重要視しているなという感じがしましたね、まあ、パッチがそうなっているというのももしかしたらあるかもしれないですが、ということは、まあ、かなり力のぶつかり合いな面白いゲームが見れると、そういうことになると思いますね。さあ、盤の方ちょっと進んでますね。カリスタ、モルガラ、ジャンナ、ゼドレクサイ、スレッシュからのセジュアニファーストピックでヘカリム、シバと取りましたね。グラバス少し悩んでましたが、今セジュアニかなりピック率、そして勝率ともにいいですけども、そうですね、まあ、集団戦のところで非常に強いですからね、まあ、昨日の NLCS の決勝戦ではメテオ選手が5マンウルトを決めて集団戦一つ決めたところもありましたからね、ああいった決定的な動きを集団戦で行いますよね。さあ、それに対してヘカリム、グラガス悩んでやめてしまうという形、まあ、ヘカリムも今相当な評価をもらっているチャンピオンの、そうですね、まあ、連戦でもメレイに対しては非常に強力ですし、まあ、ウルトを持ってからの集団戦の能力、そしてホームガードテレポによる、まあ、圧倒的なガンク性能、かなり強いですよね。そしてそれにシビルの MS アップを加えることによって、まあ、よりヘカリムが強力になるという形になってますね、はい。さあ、そして波レブランクと取っておりますけれども、本日は計7試合ですか、8試合ですね、はい、計8試合 BO1 の総当たりですね、のゲームが行われますけど、今レブランク取りましたけれども、ちょっとそうですね、意外というか今のパチであまりレブランクピックされなくなってきて、カオスラテンゲーマーズの決勝戦見た感じではミッドリアの方はあまりアサシンをピックしてなかったように思うんですが、ここで変えてきましたか、ちょっと意外ですね。そして CHF グラガスノーチラスですか、今非常に強いチャンピオン、なんかピック揃えてきてますね、強力なフロントラインが今ここで3チャンピオンが出てきて、そして芝という MS アップがあって、グラガスというチャンピオンはこういきなり評価が高くなったわけですけど、何が決定的に変わったんですか。そうですね、まあW の割合ダメージがあるのでタンク装備にしても火力が出る、そしてウルトの UTT 性ですよね、相手のバックラインに圧力をかけることもできるし、味方を守ることもできると、構成の幅が随分と広がりますから、まあ、そういったところでピックされているのかなと。あと、まあ、硬いんですよね W で、はい、ディフェンシブスタッツが若干上がりますからね。そして KLG 側がルシアンのマオカイですか、ノーチラスサポートですかね。さあ、ラストピックはオリアンのソクロックでしたね。おさあね、ああ、そして、まあ、これはもう言っちゃっても大丈夫ですよね、ヘカリムがスマイト持ってますね。最近こスマイト TP 多いと思いますけど、多いですね、まあ、その死んだハークが非常に強力というところで、スマイトを持つことによって死んだハークを持って、そして、まあ、ヘカリムの場合はレーンをドミネートした場合、押し込んでから敵のジャングルに入って敵のジャングルのクリープを勝ってといったプレーがそのスマイトによってさらに素早くできますから、あまりロスなくできるということもあって、まあ、スマイトテレポートが多いですね。シンダーハークが強い、シンダーハークの何が強いんですか。まあ、増加 HP が 30% プラスされるというところで、ヘルス の, そのディフェンシブアイテムのゴールド 効率がかなり高くなるというところが強力ですよね。さあ、そして、
どうなりますかね。どうなりますかね。まず初戦、どちらにとっても初戦というのは非常に重要な試合ですからね、うん、ここで勝つと勢いに乗れる、というのもありますからね。さあ IWCI、 これ IWCI のちなみに切符というのは1枚 MSI への出場、そうですね、優勝チーム、優勝チームのみなんですよ、はい、優勝チームのみですね。いや、かなり厳しい、ね、かなり厳しいですね、枠ですけれどもね。さあ構成ちょっと今消えてしまって見れませんでしたが、どうやら来るようですね、はい。さあ IWCI Day1 第1試合ですね、 KLGVSCHF 見ていきましょう。さあブルーサイドが KLG ですね、パープルサイドが CHF となっております。さあいきなり入っていきますね。そしてそれがバレていますね、待ってますね。お、これいきなり当たりそうですよ。さあ入ってくる、ヘカリも狙っているのは KLG、 いきなりファーストブラウド通っていくのマオカイ。さあさらにはグラガスフラッシュアウト選択、追撃があるのか、いやこれ無理はしませんが、さあいきなり有利を取ったのは KLG。 おっとアナウンスがトルコ語で全くわからないですね。ちょっと今びっくりしました、アナウンスが。今のフォーカス非常に良かったですね、あのヘカリマフラッシュが持ってないというのをしっかりと意識していて、ヘカリモンにフォーカスを合わせて。だ CHF としては入っていった狙いっていうのは何かあったんですかね。トップサイドの視界を取ってスワップを狙ってたのかもしれないですね。ディープワードを置いて相手の動きを察知してスワップを成功させてと。なんでスワップしたいんですか。やはりそうですね、そのどうなんでしょう、ヘカリムがスマイトを持っていってることによってジャングラー、ちょっとまたぶつかりますね、強気ですね、かなり強気ですね。レーンのマッチアップ的にルシアントナミ VS シビルノーチアスが非常に厳しいということもあるのかもしれないですね。まあボットサイドでぶつかるとドラゴンへそのまま負けてしまった場合直結してしまいますから、トップサイドで負けて当たるというのも狙いの一つかもしれないですね。それに対して KLG 側も合わせました、まあ、このボットレーナーの2人の点の強さというのを生かそうというのが伺いますね。さあゴーレムは阻止してからの KLG ですか。ヘカリムがボットに抵抗としてレベル2の状態に入ってますね、はい、今このレベルにかなり強いですよね。強いですね。マオカイは意外なことで、まあ、トップに入っていくような動きについていきましたからレベルになってないですね。ここはヘカリムの方がボットレーンは優位に進めそうな感じがしますね、まあ、ただファーストブラッド軍のヘルスクリスタル持ってますから。そうですね、そういえばそうでしたね。これはちょっと CHF としてはちょっと厳しいのかもしれないですね。やはりトップレーンのところでもこの2対2のところでは KLG 側が押し込んでますからね。そしてミッドレーンもルブランク VS オリアンナのマッチアップはルブランクがかなり有利なマッチアップですから、全体的に CHF は押される形になってますね。どういった点で有利なんですか。やはりそのオリアンナはおっとおおおおおおいやラテンアメリカ版アウェイカー選手が見るかと思ったんですけど、オリアンナは今レーンがかなり厳しくなったんですよね。シーズン4の途中のところでナーフがあって、はい、序盤のレーニング通常攻撃がナーフされたことによってこう 自身にシールドを張ってダメージ交換をするというのがかなり弱くなってしまったと。一方そしてルブランクは、ま、アサシンですから相手のスキルショットを避けながらダメージ交換もできますよね。そういったところで、まあ、ルブランクの方が有利なのかなという感じがしますね。あなるほど。さあそしてでこのジャングル対決どう見ますか。グラガスとしてセジャーニ、そうですね、まあ、セジャーニの得意なエンゲージといったところをグラガスはウルトで、一旦リセットができますので、まあ、グラガスの方が一つそういったところで有利なのかなという感じはしますが、あとダブルの割合ダメージがありますからね、まあ、一応セジャーニもあるんです。セジアニはそのヘルスの増加といったところが一つ強みですから、そのグラガスのダブルの割合ダメージがかなり刺さりますから、1対1で戦った場合もでもやはりグラガスの方が一つ有利なのかなという感じがしますね。さあまずはトリンケット発見壊していきますね。そしてマオカイはリコールですか。
カタリストコーデ、お互いトップレーナーは TP 空間同じになりそうですね。そうですね、まあ、この早い段階でマオカイがカタリストというアイテムを持ったのはかなりレーニング辛いでしょうね。ヘカリムドミネートすることはまずこれで不可能になった感じがしますね。あ、そしてあ、ジャングル内でぶつかりますがレベル3だということを感じしますね。いやーにしても当たりますね。当たりますね、まあ、このオセアニアのチームボットレーンのレーニングというのが一つ強みとしてありますから、まあ、そこを積極的に生かそうという感じですね。じゃあ両者ともに前に人がもうそろそろ上がります。ルブランクが来ますよ。もっとただボットレーンでこれいや厳しいですか。かなり厳しそう。スネアのクーナーを長い。そして青バスキングの先頭を持って裏場所を狙っているのはレブランク。さあきっちりキルを持っていく。エグゾストが入っているのは芝。フラッシュ選択しましたがフラッシュイン、あと一発は足りないかと思ったらヒーチムーブメントスピードアップをつけての1キル拾い切ることには成功しますがローライフ。ここでルシエンへキルが入る。オリアンナも寄っていましたがギリギリダメージが通らない。そしてきっちり波を決めていくのはバブル。これはフラッシュを選択せざるを得ないという形。効果ですね。そうですね、CHF 側としてはそのトップ2対2の強さというのを生かすために、トップサイド側に、まあグラガスが圧力をかけましたがミッドレーンのマッチアップでルブランクの方が有利に進めていたというところでルブランクが先に行きましたよね。ここです。あ、そうですね、明らかに早いですね。早いですよね。そしたらこれボットレーンでもキルが起こってたんですか。あ、起こってますね。これこれ CHF 側はその最初の1キル、からどん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 スノーボールされてしまってますね。一方、KLG 側はうまく試合の展開を進めてますね。さあ4キル4、1キルという段階現在6分55秒というところになりますけど金額差は1000ゴールド差。さあここで KLG 側がボットレーンへ、戻しましたけども、まあ、レーンをスワップを戻しましたね。これどうなんでしょう、 KLG 側としては2対2がボットに来ると思ったのかそれともドラゴンを先に優先しようとしたのか。ここは、かなり優勢ですからこれだとちょっと点の交換をするとしても青海は非常に強いですね。強いですね。タワーの交換をせずにできそうですね。そしてボットラインが流れて、ヘカリムさんのタワーの位置をなくしているのは厳しい。もうタワーもこれ取りますかね。取りますね。そしてそのままドラゴンですか。オリアナが狙ってますか。ただピンクワードを2つ通路に置いてミッド周りに置いているというのは強いですね。強いですね。ちょっと今のルブランクもったいないというか、ただし魔王界が強い。今こう魔王界でビルドとしてはあのロアに行く人とこうクロリに行くっていうパターンもあるじゃないですか、はい。まあ、どういった形で分けるんですかね。そうですね、まあ、ロアの場合はチーム全体のマジックダメージが少ない時にしか今積まれないですね。基本的にはグローリー、そしてそれグローリーを積んだ段階でピックアップ能力がかなり上がりますから、まあチーム全体の魔法ダメージが足りているのであればどん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 スノーボールできるということがありますよね。でグローリー自体も非常に強いアイテムですからね。ヘルスの上昇値が弱いよりも多いですからディフェンス、まあ、タンクとしての役割を果たすのであれば今はグローリーの方がいいかなと思いますね。集団戦もまあ意識しているといったようなそういう感じがしますね。さあ個人技でおお、ナイス、フックスっていうのが決まってますが、獅子つながるか、ショックウェーブからステルス状態でパッシブ発動、イグナイトで、ここはダウンでしょう、んいや、ヒールで、生き残る、ライフ12、これは CHF、ちょっと、手痛いですね、反撃のチャンスだったと思うんですが、このマッチアップでミッドがキルを取れるというのはかなり大きいと思うんですが、キルが取れませんでしたね。やることなすことが CHF がちょっとうまくいってないなと、歯車がちょっとずつずれてるなという感じがしますね。さあここでミッドへの圧力をかけるというのは多分ドラゴンはそこまで無理にして取ろうというような感じはしませんが、むしろタワーをどんどん折っていってスノーボールしようという狙いが見受けられますね。
実際どうなんですか、こうタワーとドラゴンって。そうですね、アリゲームでタワーミッドタワーが折れるとジャムの制圧力が随分と違いますから、これ序盤でこれだけ有利を取っているのであれば、まあタワーを狙うのもよくわかるのかなという感じがしますね。そしてなおかつ、CHF がレイトゲームの集団戦非常に強い構成ですよね。早めに試合を、KLG としては展開していって、相手の有利な時間帯になったとしてもグローバルゴールでは大きく引き離しておきたいという狙いがあるのかもしれないですね、はい。さあまずはじゃあゴールドをつけて差をつけていきたいという狙いからのスタートですけれども、ここで CHF も一つ何か起こそうという。そうですね、さあ見たぞ、フルトまで吐いた、ブリンクがただ、ああショックウェーブクールダウン中、逆にイグナイトイーガルに仕掛けていく、ここはヒールを吐いていく、さあダブルで前に出ますが相打ちにはなりました。ここに TP が2枚重なってくるか、グルーカスナイス、ウルト、ナミはタイタルウェーブからのフラッシュアウト選択、いいのきっちり避けていく。さあここでのグラガスが非常に硬いが、マナが切れた、ここに芝が登場する。さあ 4-3 という当たり方だが、きっちりヘカリムタンクしきった、スイジアニもフラッシュアウト、フラッシュイン、いやここきっちりヒールを使ってフッと取り切る。さあルシアンが来ますね。さあ後ろにはルシアン、マオカいたらマナがないが、誰を狙っていく、芝を狙っていくあたり、グラガスギリギリと体当たりをする、マナはあったが、ヘカリムがここに登場、また1-1効果になる、激しい集団戦が行われている。きっちりマオカイスネアからデフォルトアタック、3-3ですか、3-3ですか、3-3交換。今のあたりで CHF が3-3で同じようなキルで抑えられたのが非常に大きいと思いますね。なんか芝のウルトによって寄りが非常に速くなりましたよね。それをうまく生かせたのかなと。一方ルシアンはボットレーンの屈指をしていましたから、ちょっと反応が遅れていましたね。細かい点でこうミスというか歯車のズレはありますけど、 CH 側の方が一つチーム力というのは上なのかなという感じを今の流れで受けますね。おお、どういった点で。やはりその一つ有利を取ろうという狙いがミッドレーンからあって、そしてそれをチーム全体で連動してますよね。反応が非常に早いと。一方 KLG 側はそれに対する反応がやはりちょっと遅いのかなという感じがしますね。さあここでのファーストドラゴンはどうやらフリーになりそうです。ファーストドラゴンゲット、ファーストドラゴン何か影響ありそうですかね。そうですね、ここでおっとおっとスロー入ればというシーンでしたが、ワードきっちりありましたね。構成的に CHF 側の方がドラゴン、特に3つ目のドラゴンの、恩恵が大きい構成ですから、相手に取らせないという意味でも非常に強いと思います。おお、ウルトは読みましたね。やはりスイーパー選手かなり積極的ですね。なんというかレーンでかなり仕掛けますよ。仕掛けますね。この方かなりアサシンが得意なプレイヤーなんですよね、はいはいはい、オリアンナを使っている方、ゼドやルブランク、そういったチャンピオンがかなり得意で、最近になって、まあ、こういったチームファイト向けのチャンピオンをよくピックするようになったんですが、たとえそうだとしても積極的に仕掛けるんですよね。アニビアで敵の真ん前にどんどん進んでいくようなプレイがオセアニアの決勝戦では見られましたから、それを続けているなと。確かアニビアとツイセットヘッドでしたっけ。はい、そうですね、はい、確かそうですよね。ただしリーグ戦ではルブランクやアーリー、そういったチャンピオンばかりだったんですよね。ただその何でしょう、初戦にもかかわらず、そして序盤うまくいかなかったにもかかわらず、自分のプレースタイルを貫き通すことができているというのはかなりすごいなという感じがしますね。普通は、はい、あの序盤の特に、グラガスが敵のところに入っていってキルを取られても負けてしまったようなシーンがあって、そしてルブランクがそこで活躍しましたよね。ルブランク側が CS やゴールドの面で有利に立つのが普通なんですが、先ほどから積極的にオリアンナが仕掛けていることによってオリアンナ側の方が CS を取れてますよね。非常にこれミッドレーンの実力差というのを伺えるような感じになってますね、はい、現在 20CS ですからね。さあここで KLG 側はレーンを変えましたね。ルシアンをミッドに置いてレブランクを、ボットに置くという形。これ、まあ、ミッドレーンはオリアンナ、そしてサポートの、ノーチラスやジャングラーのグラガスがカバーに入るので大丈夫だと思うんですが、サイドレーン特に芝がファームする場所がもしかしたらなくなるかもしれないですね。ルブランクと相対することになるとは思うんですが、そうなった場合オニホンとブラスティングワンドを積んだルブランクに対して芝はうまくスペルシールドで相手の攻撃を剥がさない限り一瞬で倒されてしまう可能性がありますから、ちょっとかなりプレッシャーを受けますね。
それに対してこう CHF はどういうふうに対応していきますか。こういった形で自陣ジャングル内の視界を確保しながら敵のジャングラーの動きを察知しつつ、まあ、ハームしてという形がベストですよね。オリアンナをサイドレーンに置くよりも芝をサイドレーンに置いた方がまだマシですから、この状態を維持して相手にスノーボールされないように丁寧に試合を運ぶのがベストなのかなという感じがしますね。グラガスがきっちりその通路を塞ぐようにワーディングしてますね。してますね。いい動きだと思いますね。ウェイトゲームのスケーリングでは CHF 側の方が優れてますから、ここはドラゴンを明け渡すような動きをしつつなんとかパームを稼ぐというのがいいのかなという感じがしますね。さあ、そしてヘカリムのアイテム赤スナイトシンダーハークですか。今かなりこれ流行ってますよね、赤スマイト。赤スマイト、まあ、対象に打つことによって対象からのダメージを 20% もカットができると、つまりよりこれを例えばルシアンであったりルブランクに当てることによって集団戦の生存能力がかなり飛躍的に上昇するというのがありますよね。そして視界が取れるというのも地味に大きいのかなと感じがしますね。まあ、ステルスには効果がないんですが、物資内にこう入っていって若干ダメージを回避するというような手段が赤スマイトを受けることによって不可能になるというのも重要なのかなと、はいはい。さあ、早めにタワーを降りたいんですが、 KLGCH がただウェーブクリア能力非常に高いですね。特にこのスイッパー選手が試合の流れをちょっと変えたのかなという感じがしますね。積極的に仕掛けることによってあれだけ序盤つらかったヘカリムがなんとかレーニングのところで戦えるような時間帯まで伸ばせましたからね。まあ、お前も積極的に仕掛けてはいますが、もうダメージ通らなくなりつつありますが、そうですね。さあ、そこに寄っていきますが、KLG 側としてはボットレーンの芝への通路はかなり警戒されているということを察知して、ではトップへ行こうという判断だと思いますね。ここをきっちり捕まえに行く、E を当てている。チェインから正常に突っ込んだ人がグラガスすると、ここはバーブルが当たっている。スネアが間に合ってきっちりキル、正常にキルですね。ちょっと立ち位置としては視界が取れていないにもかかわらず安易だったのかなという感じがグラガスありますね。そこをうまく見事ピックした系にもさすがだなという感じがしますね。そしてミッドのアウターターレットは放置して西アンマルトップに寄りましたが、いやー早い早い。ただここミッドへ動くのはちょっと気を丁寧に行わなければならないですね。さあ、バブル渡らずルシアン仕掛けていきますが、無理はしないのは CHF。 これ狙いとしては CHF 側はまあ狙い通りですね。まあ、グラガスが倒されてしまいましたが試合時間を伸ばすことができてますよね。 KLG としては今のミッドウェイの動きのところでピックアップしたかったんですが、ウルトをかなりグラガスに対して使ってしまったということでピックアップが手段があまりなかったですね。波のバブルが当たっていればという感じでしたが、丁寧にしっかりと避けてましたからね。ドラゴン返す、仕掛けていくの CHF です。あ、ヘカリムホームガードテレポートスタンバイしてます。そして芝のウルトも上がってます。オリアンナのウルトもありますからね。グラガスがいつウルトがない、いい位置にワードボケてますよ。さあ、まあ、ドラゴンライフ1900裏に入ったオリアンナのライフが一気に削ると、ここで芝のウルトが発動する。さあ、後ろからヘカリム、さあ狙いに行くのはルブランクですが、ここをきっちり立ち位置を調整しているのはルシアン。1キル拾っているエグゴーストが入ってますが、ショックウェーブ綺麗に避けているのはセジャーニー。さあ、まだもう一度チェーンがつながるのかと思いきや、 CHF 側の方がヘルスでは有利を取っていますね。特に芝のヘルスがかなり残っていてマナもあるというのが大きいですね。このままミッドレーンを押すか、ドラゴン選択というか、ドラゴン選択しましたね。レッドゲームのスケールの方、スケールが優れているというところで、この AD と AP の 6% 上昇を選択しましたね。狙ってますよ、からルブラン待機しています。ルシアン待機、これさあ狙いに行った、スマイト取った、スティール成功、 KLG2 スタック目、完璧なコンビネーション。 CHF ドラゴン引くべきでしたね。ちょっと焦りましたかね。非常に素晴らしいプレーだったんですが、特にチームの核となっているレイレア選手、シビロのプレイヤーが、まあ、一つチームの核となっているプレイヤーなんですが、ポジショニングが非常に良くて集団戦かなり活躍していたんですが、非常に惜しかったですね。最後のちょっと詰めが甘かったですね。このシビロのプレイヤー、
なんと NA のチャレンジャーチームからスカウトされたこともあるプレイヤーなんですね。おお、まあ、かなりなんかオセアニアはこうミッドレーナーと AD キャリーがすごい上手いプレイヤーだということも確か聞いたことありますけど、はい、かなり優れたプレイヤーです。特にこの AD キャリーの方がシーズン4常にオセアニアの1位だったそうです、ね、ソロ級で。なるほど。一番最初にチャレンジャーに上がった方でなおかつ1位をずっと保持していたプレイヤーだそうですね。NA でいうとワイルドタートル的な、 KR でいうとフェイカーみたいな、そういった立ち位置のプレイヤーですね。なるほど、まあ、ワイルドタートルが一番正しいかもしれないですね。さあ他にもこう KLG 側ではこうなんか特徴的な選手とか、こうこの選手は情報がないんですよ。ないんですか。というよりですね、はい、チリコとかポルトガル語なので読めないんです。あ、なるほど。オセアニアは英語なので読めたんですが。あー、なるほどなるほど。 CHA 側が英語なので情報が読めたと。はい、全く分からないですね。まあただ最初におっしゃっていた通りこうチーム戦重視というのがもうお互いの出てますね、はい。まあ、パッチが、まあ、その集団戦のメタになりつつあるというのも一つ影響しているとは思いますよね。いやにしてもマオカイの装備が強いですが、ヘカリマシンダーハーフからトリニティホースですか。ですね。シンダーハークに行く場合ってよく防具積むじゃないですか。積みますね。どうなんですか、というのは。個人的にはおっと仕掛けたフックはミニオンに当たって、あ、ただこれフラッシュ選択しましたか。いやただウルトでいいダメージが入ってますから、もう一度、あータワーダメージもらっているところグラガスキッチリ合わせからノージラスコンボ、フラッシュはない、ダウン。いや素晴らしい、見逃さない。もう一度フック、タワーダメージ、ショックウェーブ CC チェイン、ノーチラスが仕事をする。こうミスを見逃さないですね。ちょっとしたポジショニングのミスを瞬時に捕まえて、そしてカウンターと、やはり強いなという感じがしますね。まあ、一気に CHF 金額差盛り返しましたね。しかも今のところ芝がボットレーンでずっとプッシュしていたというところでタワー2本も折った、完全に流れは CHF に渡ったと思いますね。先ほどまで2000ゴールド弱差をつけられていたんですが逆転しましたからね。さあこうなった場合次の展開というのは、そうですね、まあ、まずは、まあ、このミドレーン逆に折り返すことはできないですかね。あ、できますか。あ、できそうですね。折り切ることはできます。できましたね。ここからは、まあ、次のドラゴンを睨んだファーム合戦になりなるとは思うんですが、問題はこの視界の取り合いといったところでぶつかり合う可能性がありますね。そこが一つキーポイントになると思いますね。だ視界の取り合いでいうと CHF 側がサイトストーンをこう2個持っているわけじゃないですか。やはり CHF 側が有利だと思いますね。そしてトリンケットをシビルがもうすでに3段階目まで進化させてますから、はいはい、これも一つなんですね。おっと、おっと捕まえて、ウェーブエグゾーストが入っているので倒しきれないが、きっちりルシアン寄ってきている。テレポートからのさあスネアが決まっている。こちらも CC は非常に強いぞ KLD。 さあグラガス一度ウルトで助けようとしましたが、ここはルシアンにキルが入りました。バフちょっとなんていうか、先ほどの動きはすごい素晴らしかったんですが、今回は視界がないところでピックアップしに行きましたよね。奥の視界がない、すぐさま寄られてしまった、ちょっとチグハグだなという感じがしますね。さあレグナー当たりに行く、グラウンド、あ、かなり前に出ていますが、さあここきっちりウルトフィアでダーダメージ、ヘカリムが暴れる。さあステルスで一応隠れているためヘカリムが少し戻ってしまったが、ただ上側でもルシアンと、そして魔王界がきっちりタンク。さあルシアンは行くと判断しますが、タワーダメージが怖い、一旦バック、ヘカリムが後ろでは通路を塞いでいる形。オリアンナが来ますが、もう一度来ますよ。あ、スマイト打った、 20% ダメージカット、ダメージが入りにくいがまだダメージはそれでも入ると。さあオリアンナのボールが怖いか、きっちりヘカリムが1キル拾い返した。さあ魔王界も4人で囲んでいる、バーブルで3人打ち上げしましたが、これは追いつかれそうですね。さあ体当たりをフラッシュアウト、ヘカリムのウルト素晴らしかったですね。お、ここのリプレイですか。今どうやらここのリプレイですね。
こういった判断すごく素晴らしいなという感じがしたんですが、先ほどのところだと視界がないにもかかわらず仕掛けてしまうようなちょっと、まあ、緊張が見受けられるかなという感じがしますね。さあ、やりました。おっと、ルシアンがウルトラ買ってますか。ヨームに行くことによってウルトのダメージを強化しようという狙いがあるのかもしれないですね。ただファントムダンスはもう購入はできています。あとはヘカリムから逃げながら回答するために MS を上げようという狙いもあるかもしれないですね。さあ、ヘカリムをまたしてもテレポート狙ってますが、これは KLG 側読みましたかね。一度下がりますね。ページだけ買って防具に行こうとしてますね。ヘカリムバンシー買いましたね。ああなるほど。まだ待機しますよ。かなり長い時間ベースで待機しているヘカリム。控えなところでは KLG 側の方が一つ有利に当たっていると思いますが、さあこのピンクを一度壊され、さあ視界の有利を一度奪ったのは CHF。 これはヘカリムのプレッシャーがかなりかかってますか。だと思いますね。もう一度スティールを狙おうかというような立ち位置にいたんですように、さあドラゴン一度リセットが入りますが残り2戦。おろスマイター、今度は CHF がここからの周囲戦。ヘカリムの TP で飛んできてたら魔王界がきっちりタンクしている。ここにタイタルウェーブ4人打ち上がっている。さあノーチラスがナミとの殴り合いをしてますが、ここにヘカリム乗るとルシアンを完璧に捉えたがフラッシュアウトを選択。いやノーチラスきっちりフックで捕まえて、さあ 2-2 交換にはなっているが、ここからの展開、今度ルブラックが落ちればまずいがグラガスタンク仕切っているぞ。わあヘカリムが強い。ライフマックス、ヘカリムが走るが走る走る。グラガスローライフ、ノーデッドノーデッド。さあスジアニ9で一度逃げ切るが、ここにはピンクワードがある、バレている。そしてヘカリムの赤バフでダウンですか。さあミニオンで死にそうになっているのはルブラン。グラガスダブルで一度ライフ回復、ただあまり無理をしすぎると怖いぞ。ヘカリムが、いやフック避けた避けた。ルブラン非常にうまい。そして1キル拾い切った、43交換、そして生き延びることに成功。素晴らしい。ここマオカイがタンクしきって、なおかつ波のウルトも綺麗に入ってるんですよね。ただしその間ルブランとルシアンがあまりダメージを出せてないというのが一つ集団戦の修正を決めたのかなという感じがしますね。ここからルシアンを見つけたらすぐさまヘカリムがウルトで入っている。役割が徹底されているなという感じがしますね。すごいゆっくりルプレイ再生しますね。はい。ここ赤バフ、いや赤スマイトですね。赤スマイトですか。赤スマイトドットダメージですからね、トゥルーの。ここからのルブランスうまかったですね。ここですよね。ダブル逃げる、ここですよね。フックをダブルで避けて QE フラッシュアウト、素晴らしい。さあ本当に力のぶつかり合いにはなってますね。なってますね。あ、ここからですけれども、今集団戦ではかなりただ CHF1 の方が有利なのかなというような印象もありますが、はい、どう見ますか。やはりここからだとヘカリムとオリアンナ、そしてまあ固くなるノーチラスといったところが前線を張るわけですから、オリアンナとシビルがダメージを出しやすい環境はどん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 作られていくという感じがしますし、そしてオリアンナが赤聖杯の後に帽子をにいっているといったところでレイトゲームは非常に強いですから、ここからはかなり CHF 側の方が有利なのかなという印象を受けますね。ただ先ほどのようなルブランクが素晴らしいプレーを見せるとまた変わってきますから。完全に個人技でしたよね、あれは。個人技でしたね。いや、あそこまでできるもんなんですね。できるもんなんですね。あれでこう相手をうまくいなしたことによって、
オブジェクトを取らせませんでしたからね、はいはいはい、かなり大きいと思いますね。さあ本日はですね IWCI Day 1第1試合の模様をお送りしてますけれども、さあ改めてちょっとゲームが今止まってますけれども、ここまで見てどうですか。はい、ちょっとアナウンスとかぶってしまって、ね、申し訳ありません、聞こえませんでした、はい、ここまでちょっと見てどうですかこのゲーム展開。そうですね、まあ緊張しつつも自分たちの強みをそれぞれ見せてるのかなという感じは見受けられますね。ただ、まあ、チーム力っていうとやはり CHF ガノが一つ上回ってるのかなと。ただその緊張度で言えば CT 側の方が上なのかなという感じはしますね。最初一発目のところで入ってくる動きをしっかりと KLG が捕まえたというところで、あそこで KLG 側はリラックスできた。一方 CHF 側はそこからちょっとパニックになってしまって、ミッドレーナーがこう立て直しているのかなという印象を受けますね。やはりこう精神面的なものもかなりあると思います。1戦目というのはやはり緊張しますよね。します、凄まじく緊張すると思いますね。さあ戻ってきましたね。相手ビルドの方とか気になる点はありますか。そうですね、ここからは、まあ、やはりここからトリニティフォースに100リムは行くんですね。そして魔王界がですね、はい、さらにフローズンハートに加えてオーメンも買おうとしてますね。おこのビルドはちょっと意外なのかなと。ここ通常であれば、まあ、ワーモグ買ってからソンメイル、特にシビルへの対策といったところで、装備を進めているんだと思いますが、通常であれば、まあ、ソンメイルの方が効果的だと思いますから、そういったアイテムすると思うんですが。で逆になぜ多めになる、まあ、ヘルスを確保したいということはあると思いますね。フローズンハートはヘルスが全く伸びないですから、まあ、ヘルスとアーマーをそれぞれ高めてエフェクティブヘルスを伸ばそうということになっていると思いますね。さあそして気になるアイテムですけれども、ノーチラスがグローリーを完成させているのに対して、波はミカエルですよ ね。動作がこれ影響しそうですかね、この2つ。そうですね、まあ、エンゲージの強化そしてカイトの能力といったところでノーチラスのこのグローリーはかなり、作用しますよね。そしてヘカリムの相性もかなり優れてますから、集団戦のヘカリムの脅威度というのがさらに上がってるなという印象ですね。波が先ほどからルシエンがかなり狙われてるんですよね、ヘカリムに。まあ、波がそのミカエルでそこをフォローできるといいんですが、ただここからトリニティフォースが出てきた時にヘカリムのダメージが凄まじいですから、ミカエルだけで、処理できるとは思えないので、ルシエンができるだけ早く用務を積むのが、まあ、待たれますね。まあ、ヨームを積んで逃げ切るというところですか、はい、ただあのミカエルでフィアは治るんですよね。治りますね、まあ、それのためということですかね、ことだと思いますね。さあここから、あただあれですね、 CHF 側のミッドレーナーのプレイヤーオリアンナですか。ボイドスタッフ完成、ゾーニャは積みませんか。積まないですね、先ほどからかなり狙われてるんですよね。魔王界に張り付かれ、セジュアニーに張り付かれ、そしてルブランクも狙ってくると、かなり3人狙われる状況で難しい環境にはなってると思うんですが、強気ですね。ダメージビルドに進みました。あそしてトリニティフォース完成しました。これでかなりダメージは期待できますね。さあそしてドラゴンがあと残り1分という段階ですね。現在31分のゲーム時間ですか。オブジェクトが3取ってるのは KLG、CHF 側がオブジェクトが2個とタワー2個ですね。ドラゴンスタックは21ということで KLG 側が1個、有利を取ってます。ヒル差はなしですね。ゴールド差も2000ゴールド差、まだまだ分からない展開、分からないですし、やはり緊張というのがあるんでしょうね。この競技シーンのところで1分で1キル以上のペースで進んでいるというのはかなり珍しいのかなと。精神面のところの影響が見受けられますね。さあ CHF
今回はもうかなり綺麗に取っていってますが、テレポート、タイダルウェーブ、あフラッシュアウト、チェインはただ決まっているが、ショックウェーブでルブラン一気にヘルスが削れた。さあオリアンナを狙っているのは魔王界、ここにバブルが入ってノーチロスを打ち上がる。芝のウルトで逃げ切ることに成功オリアンナ。さあ集団戦中セジワニが1キル拾いましたが、裏にはヘカリム、エグゾーストかけてチェインからきっちり絡めている。ルシアが今回生きているが芝も生きている。さあここでの殴りは 4v3、 逃げるのはケールジ、追いかけるのは CHF。 フラッシュインから1キル拾い返した。13交換、このままバロンに行きますか。トップのタワーですか、バロンに行きますか。バロンですかね。ただルシアンヘルスマックスですよ。ただ視界トップに現れないことでバロンっていうのは気づきましたね。さあ寄っている、寄っているが早い、終わりきる。あーブルートリンケット打ちましたが、もうすでに終わっている。いや今の集団戦、グラガスのウルトとヘカリムのウルトが重なってしまって、ウルトが綺麗に入れなかったんですが、それでも勝ち切りましたね。ピックアップ能力のところで、KLG 側ちょっとダメージが足りなかったというよりもグラガスが硬かったですね。そしてそれへの反応、オリアンナ素晴らしかったですから、狙いは良かったと思うんですが、狙う対象をちょっと間違えたのかなという印象を受けますね、はい。さあこのままバロンドラゴンも取って一気に金額差5000ゴールドまで開きました。やはり誰を、オリアンナですか、それとも芝ですか、落とすべきは。オリアンナだと思いますね。そしてその後シビルみたいな感じになると思います。ただし特に芝が全然捕まらないんですよね、はい、かなりポジショニングがうまいので本当に苦労してるなという印象を受けますね。魔王界が常に張り付こうと張り付こうとしてるんですが、ずっといなされてますからね。さあバロンを持っている CHF、 どのオブジェクトを狙ってくるのか、まあ、トップレーンはこれヘカリムが一人で折り切りますかだと思いますね。問題は2本目、さあどういった当たり方をしてくるのか。ダイブすら可能ですからね。フロントライン強力なの3名いますから、硬いですからね。はい、そして多分これ、グラガスが横から、あーノーチアスが横からですが、こういったプレッシャーをかけられると明け渡さざるを得ない。問題は3つ目をどうするかですね。さあこれでタワー一気に2本 CHF 60K というところまで来ました。もう1本折りに行くのか、一旦アイテムを買うという選択肢もありますか。ありますが、ただ折りに行きそうですか。行きそうですね。折りに行きますね。さあ KLG はどう対応したらいいですかね。2本目は諦めざるを得ないと思いますが、ただヘルス交換を行っていきますが、いやー折れるのが早いですか。そしてブランクのダメージがヘカウェに全く通らなかったですね。バンシーとマーキュリーだけなんですけどね、MR、一応もうバリアというところで張り付きましたが、でもさらに W もありますからね、回復しますからね、ヘカリは戦闘中に。さあこれで3本目、まあ、インナータワーを渡すのは仕方がないと思います。問題はインフィタータワーをどうするかですね。守りきるのが重要だと思いますね。そしてここで3つ目のドラゴン、まあ、次のドラゴンを取れると、あー CHF 側としてはかなり有利になると思いますね。これどういった点で、やはり 5% のMS上昇がヘカリムの強力さをさらには後押ししますからね。いやさらに先ほどから芝のプレイヤーの集団戦のポジショニングが非常に素晴らしい。そのポジより捕まえづらくなりますよね。ヘカリマはどう対応したらいいんですか。この構成でどうしますかね。毎回こうテレポートで裏に飛んできて荒らしてるじゃないですか。魔王界と一緒に5人でかかって先に倒す以外ちょっと方法がないような感じがしますね。あじゃあもうバックラインに行かずに、はい、フォーカスを合わせてというのが一番形になると思うんですが、そうなるとオリアンナのルートが怖いんですよね。といったところでちょっと本当に対処が難しいシビアな形になっていると思いますね。
と個人金額今現在画面出てますね。いや素晴らしいですね。ソロレーナーキャリーがしっかりとお金稼げてますからね。 CHF はバランスがいいですね。非常に非常にバランスがいいですね。もうすぐ1万5000に到達しようという段階ですね。いやこの試合、まあ、集団戦のところでは芝のプレーが非常に素晴らしいんですが、試合の流れをこう変えたという意味ではオリアンナのプレーは本当に素晴らしいですね。あ、そしてゾニアが完成しました。オリアンナより捕まえづらくなりましたね。あ、 KLG 一つフォーカス、集団戦でのフォーカスが難しい時間帯になってきたようですね。ルシアンがヨムではなくてラストイスパーからのこれ ブラッドサースターを優先してますね。一人でヘカリム対処するのではなくチーム全体で対処しようということだと思いますね。さあボットレインへの圧力をかけているのは CHF。 そしてヘカリムのスプリットプッシュですね。ゾーンメールまでできましたよ。ヘカリムメールも買ってますね。ソンメールにメールまで買ってますか。これはルシアンライフスティール今ないですよね。かなり辛いですね。これヘカリムを殴っているだけで、はい、自身しかなおかつヘカリムは W の展開中ヘルスも回復しますから、1対1純粋にやったら絶対にヘカリムが勝ちますね。どうしようもない状態にヘカリムが現在なってますね。あ、もう序盤マオカイにやられたことを今やり返しますね。いつの間にか CS が90広がってますからね。トッププレーナー同士。さあボットレーンセジャーにただウルトがあります。いや、ただしあれだけ装備整えてるセジャーに、まあ、マジクリストはあまりないですからね。オリアンナのダメージがかなり痛いですね。ソラリはあるんですが、それでも貫通してますね。さあ前に、いやー、QW だけですか今。だけですね。ヒールを使ったにしても5割ぐらいは飛びましたか。ものすごい火力を出していますね。さあ今かなりあのエコーが強いっていう話も聞いたんですけれども、エコーは積んでないですが、エコーっていうのはこうチャンピオン相性っていうのもあるんですかね。そうですね、まあ、エコーというアイテムはラバドンデスキャップと比べると AP は同じなんですが、ラバドンデスキャップの場合は増加 AP 30% 増加っていうのがありますよね。レイトゲーム向けなんですね、防止の方は、はい、一方で、エコーの方はパッシブを見ると中盤向けのアイテムなのかなという印象がありますね。ですから2つ目のアイテム、もしくはファーストのアイテムとしてエコーは買われると思うんですが、ミッドレーナーがどの時間帯でどういう役割を果たすのかといったところで選択を変えているのかなという印象を受けますね。レイトゲームでしっかりとダメージを出してほしいのであれば防止、中盤のところの集団戦でダメージを出してほしいのであればエコーを買うといった形で選択が分かれているのかなという印象を受けますね。なるほど。さあそして下には今流れてますね。第1試合、次第2試合の予定、第3試合の予定と流れてますね。いや、第2試合がまあ非常に楽しみですけれどもね。かなり楽しみですね。今日は長いですからね皆様。そうですね、第2試合のチームが急遽変わったんですよね確か。いや、第2試合ではないですね、まあ CIS のチームは変わってないですね。東南アジアのチームが急遽変わったんですね。サイゴンファンタスティック5という非常に強力なチームだったんですが、まあビザの問題で渡航ができず、決勝の相手だったバンコクタイタンズに変わりましたね。さあそして第6試合第7試合と、まあ、流れてますけれども、今日は第8試合まで8試合までねありますから、まあ、非常に、まあ、皆さん無理をなさらずに。そうですね、平日ですから。まあそのあたり、さあここでダイブを選択しようという動きもしてますけれども、いや 4v4 で折り切れますか。折り切れますね。そしてドラゴンがアップ走ってるのは CHF。 だここは確実に取りたいでしょうね。さあ3スタック目かなりキーになるだろうとおっしゃっていたドラゴン、3スタック目になります。
さあ KLG はグループアップしています。マオカイは TP があります。ヘカリンも TP ありますが、今回はホームガードを利用はしてませんね。普通に歩いていきます。さあセジオに入ってスティールはできない。グラガスが取り切った。ここにテレポートが飛んできますが、ナイス。グラガスのウルト、セジオニがこれかなり孤立したが生き残ることには成功した。ここでシバーのウルトからヘカリム一気にルブランダウン、ルシアンもダウンした。マオカイはこれどうしようもない。さあフラッシュインでノージラさんもう1キル拾おうということが狙いにはなってますが、3キルゲットしたのは CHF、 ドラゴンもゲット。強力ですね。このキャリー陣2人が全くダメージを受けてないことからも、その集団戦のポジショニングの素晴らしさというのが伺えますよね。そしていやグラガスのルート かなり狙い良かったですね。まあ、ちょっと打ち漏らしてはしまいましたが、相手の行動の予測、そしてその次の展開の読みというのが本当に素晴らしいなというのを感じますね。さあインヒビターをゲットそしてもうバロン始めてますか。一人でやってますね非常に有利な展開が続いてます。 CHF さあここでグループアップ5人でバロンバフをゲットですね。なんというか、あの硬いせいなんでしょうかね、ルブランクの仕事があまりないような印象も。そうですね、だからこそ最近ルブランクがあまりピックされなくなってきたんだと思いますね。いやここ見事でしたね。ここですね。あ、フラッシュで避けてるんですね。ルシアンも入りましたが、ここノーチラスが止めて、芝がすぐさま反応してますからね。マオカイの、ダメージ低減エリアでもかなりのダメージをもらってましたね。凄まじいダメージもらってましたね。ま、いやその5.5 パッチし、あ、死んだハークが実装されてから、まあ、こういったかなり硬いチャンピオンがピックされることが増えましたよね。そしてその硬い相手に対して、ルブランクというバーストダメージはあまり効果がないんですよね、はいはいはい、むしろAOE の DPS の高いミッドレーナーが最近よくピックされていると、ま、もうメタの変化によって大きな、まあ、ウルトのナフは若干ありましたが、まあ、これだけピックされるチャンピオンが大きく変わってしまうわけですよね。柔らかい相手に対してはルブランクかなりダメージを出せるんですがね。オリアンナも全く使われなかったのに最近急に使われるようになってきて、プロシーンにもかなり出てるじゃないですか、まあ、やはりそれは集団戦のところのダメージ CC といったところが唯一無二に近いですよね。特にウルトで相手の一流通りをこう入れ替えるような、はいはいはい、まあ、ノックバックの形をして、まあシールド、MS アップといったUTT性、そういうのを見るとかなり集団戦向けのチャンピオンですよね、まあ、だからこそ今のメタにあってピックされていると。今までは序盤のレーニング、そして中盤のピックアップのところのキャッチをするといったところが、はいはいはい、一つ要だったんですが、まあ、それより後ろに重心が移ったのかなという感じがしますね。後ろというと時間的に後ろですね。その中盤以降の集団戦といったところが構成の鍵になっているという形になっていると思いますね。あ、かなりじゃあどっしりと構えて、そういう形になっていると思います。25分ぐらいからやりましょうかっていうような構成が強いというか、まあ、メタになっていると、うん、そういう形になっていると思いますね。それをこう崩すような構成というか何かあるんですか。そうですね、まあレイトゲーム、強力なレイトゲームキャリーをピックする、まあ、コグマウのようなチャンピオンをピックしてそれを守るような構成、はいはい、もしくはファイブタンクのようなちょっと尖った構成、はい、5チャンピオンも、ノーチラスやあとはアーゴットなどをピックして、ね、はい、そういった硬い構成、もしくは今のような、オセアニア側の方の、ピックしているスタンダードな構成、あとは、ブラジルのチーム、の決勝戦の相手だったキードというチームがピックしたんですが、はいはい、まあ、完全に序盤に寄せると、序盤で有利を取り切るのが狙いみたいな、そういった構成というのもちょっとあると思いますが、あ、ブラジルの構成はちょっとうまくやいきませんでしたね。はいはいはい、あ、それはただ失敗に終わったということ、はい、有利は取れたんですが終盤のところで逆転されてしまったんですよね、
そのまま試合を終わらせることができる能力を持っているのであれば面白いと思うんですが。さあ、そしてゲームは再開で疲れてますね。バロンポフを持って圧力かけてますが、もうボットレーンではまたしてもヘカリムがすごいことになってますね。そしてミッドレーンのインヒビタが折れてますからね。さあ、じっくりと支持しようという形でルシアン、ウルトを切らざるを得ないと。ただしダメージはそこまで入ってませんか。さあ、バブル、オリアンナを捕まえた、いったん、セージャリにウルトったら、ゾーニャン、狙えない。さあ、タイタルウェーブですが、ここにグラガス前に出てきっちりカバーしている。完璧なゾーニャ、ナイス反応。そしてタワーを折り切った。さあ、 CHF 一気に流れに乗っているグラガスのウルト、ルシアンを今度はキャッチ、ノーチラスのウルトまで入ってルシアンダウン。さあ、ネクサスタワーをあと折り切れば CHF の勝利となりますが、ミニオンが非常に多い。そしてバロンバフ、ルブランダメージを出しますが、ヘカリム前に一度出て、さあ IWCI 初戦 CHF の勝利となりました。